どうもかまです。プラネットクラフター実況パート8やっていきましょう。お花畑です。そして、今のテラフォーミングステージは、はい、苔ですね。16.8%まで来ています。これで100%になる頃には、地面には苔がもう、もうさもさ生える、緑の大地になってるということでよろしいか、これ。今、苔っぽいのってある まだなんか見当たんない感じだよね。どっかにあるのかなで、今回はですね、えー、この苔のステージを終わらせましょう。まあ、普通に待っててもね、なんもしなくても、このパーセンテージは進んでいくので、いつかは終わるんですけれども、多分かなり時間かかっちゃうので、えー、こちらから迎えに行きましょうということで、酸素、温度、気圧、これらをガンガン上げるためにね、えー、ヒーターなり、ドリルなりを、 たくさん作っていきたいと思います。そして、えー、コメントでね、いろいろね、あそこも行きますよ、ここも行きますよっていうね、アドバイスをもらったので、ちょっとそこもいろいろ見ていきたいなーなんて思っています。はい。基地作りと、えー、周囲の探索、両方ともね、楽しんでいこう。今、酸素、温度、気圧、それぞれアンドックできてないものが2個ずつあります。で、アンドックするための条件から一番遠いのが、えー、気圧なんだよね。 100mpa のうち今15だからね。15%。他は結構80%ぐらいとかね。40%とか言ってるんですけどね。気圧だけすごい低いから、やっぱドリルだな。あとは、この打ち上げ台の、えー、これかな地場保護ロケット。圧力上数が上がります。イリジウム小惑星引きつけるから、まあ、イリジウムがいっぱい手に入るっていうのもあるね。 圧力上数って何だろう、これ。100 1000%。圧力の上がる値が10倍になるってことかな。おバイオマスロケットケット。やったバイオマスロケット。えっ、ー、と、バイオラボかなこれもロケットだから、あ、そっか、打ち上げ台かこれだ苔の広がりを増やします。宇宙からバクテリアを拡散させることで、グローバル世代のボーナスを提供します。何言ったか全然わからん。<laughs> バイオマス乗数が1000%か。へえ、あ、これもいいですね。でもバイオマスってあれだよね。テラフォーミングとは直接関係ないんだよね。ん違うのかな関係するのかなあ、木の樹皮が必要だ。これね、前回作った、えー、バイオドーム T2 でゲットできるんだよね。まあ、とりあえずは地場保護ロケットかな。気圧上げよう。では行きます。 自慢保護ロケット。はい。スリー、ツ o ワン、ゴーんダメだった。もう一回。GO さあ、また横に。横に打ち上がってくれ。<laughs> あー、ちょっと横行った。微妙に斜め。あー、なんか不安定な <laughs> 挙動だ <laughs>。ちょっと回転してんじゃん <laughs>。さあ、イリジウム衛星が、来た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 。来た来た これなんかね、あの、マップで見ると楽しいってコメントもらったからちょっと見てみようかなー。あ、そっか、俺マップ。あー、ゴーン言ってる。マップマップ。マップ見せてくれ。よいしょ。はい。あ、降ってきた降ってきた。はい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 。えー、すごいすごい。面白いね。これリアルタイムなんですね。おー、湖に落ちた。水ん中にも、 ドリルって作れるのかなうわーすごい隕石いっぱい。そしてイリジウムもいっぱい。ここにドリルって、あ、無理さすがに無理水の中は無理か。そこを無理を通して欲しかったな。さすがにダメか。崖のところにいる、こいつと一緒にやってもらおうか。あ、いいねー。はい。あー素晴らしい。 三人で頑張ってくれあ、いいね組体操見てるみたいだ <laughs> あとは酸素ももうちょっと欲しいかなえー、酸素といえば、なんでしょううわあ、すごいこんなところにも。総類発生機 T2 がね、ト突なんだよ、酸素。350でしょう。グラススプレッダー、あの、雑草を生や,すやつね。こいつが108。種まき機161でしょう。 で、ベジチューブなんて13だからね。うーん。なので、藻類発生器 T2 を作りますか。唐揚げくんが2個必要。ここに1個あった。もう1個ありましたね。あれでもし訳なこれ、無くなったでも確か作れたよね、これ。バイオプラスチックナゲットね。いいよ、使っちゃう、使っちゃう。あと、肥料が必要で、肥料は、バイオラボで作れますよね。これか。藻類3つ、イオナス。 草類は、ここですよね。だイブいっぱいあります。はい。2、一瞬ですよ。はい、3つ。セーフよっしゃ草類発生機うん、どうしようかな。ここら辺かなこの辺り。よしんこれ今更ながら思ったけどさ。あれなんかもう一個設計図なかったっけ設計図じゃないや。スクリーン。 あ、これだスクリーン、テラフォーミング。これ作ってねえわ。これ作ろう。これ確か、酸素とか気圧の増える、スピードもわかるんだよね。スピードっていうか、数値今はトータルしかわかんないけど。よっ。はい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 。酸素が見づらいな。3983? 温度 4417? 気圧 5118? まだ酸素が少ない感じか。 よし。バイオプラスチックナイエットを作って、もう一個総類発生機 T2 を置こう。ああ、ここでキノコ使うのか。ダメだ。キノコは足りねえ。しょうがない。一旦今は、待とう。で、その代わり、えー、ちょっと探索行きましょうか。お取れる T4 を受け取った。やったーちょっと後から設置しようよ。 で、一番最初に行きたいところはね、あの、前回行った、二つ目の、えー、地下、基地。はしごを降りて行くところ。あそこにロッカーがたくさん並んでたじゃないですか。あのロッカー俺スルー、あ、まあ中身は見たんだけどね。ロッカー自体解体しなかったんだけど、実は、そのロッカーの中、中というか解体すると何かしらがあるということなので、ちょっと解体してみたいと思います。行きましょう。せーの。 ん持ち物に空きがありません。じゃあ、ということ。あ、中にこれ入ってからってことかなあ、そういうことですね。はい。解体します。ダンあ奥行けるじゃないの。なるほどね。気づかなかったなはいよーし。お、これ、は食料、栽培機食物栽培機ああ、でも特に何もいじれないですね。残念。 おークラフトステーションがある何これ石あ洞窟続いてるじゃないですかあーすごいあここにメッセージあったそうなんだよメッセージなくておかしいなと思ったんだよねなるほどアップンおーすげイリジムロット裏にムロットめちゃめちゃある 火薬。種もいっぱいあるね。こんないらないんだけど、正直。<laughs> そしてメッセージ。拝見いたし、あ、待って。酸素がない。拝見いたします。はい。私はこの惑星をやめるために必要なことは何でもします。発射台を構築するために必要なリツオースを見つけるために深く掘り下げなければなりませんでした。嵐は最近あまり頻繁ではありません。 風から保護するために、その底にプラットフォームを構築するための大きな隕石クレーターを見つける必要があります。この惑星の地場は完全に狂っています。それは私が私の人生の中でこれを見るのは初めてです。めっちゃ直訳。もう一度この避難所を出て行けるようになることを願っています。イクラス。あれイクラス前も出てきたな、確か。そうですか残念。 この惑星から逃げること叶わずだったのかなちょっとまだわかんないけどね。うん。消息不明な感じです。これも一応壊してみる。はい。得意なもなしかここは。なるほど。こういうのがあるからなかなか油断できないね。そっか。これは特になさそうだね。はい。よし。キノコが育ったので、バイオプラスチックナゲットを作って、 総類発生器をもう一個置きましょう。よっ。よーし。これで酸素がさらに、バイオマスも増えるんだよね、これ。あーいいじゃん。酸素も 4300ppq。あと、ドリル t4、これかすごい形してんだ、これ。カニっぽい。つーか、超合金6個も使うの。これやばいね。超合金6個かー。 超合金、いや、あるけどね。あるはあるんだけど、そんな使ってもいいですかいいんです。<laughs> やっちゃえやっちゃえ。せーの、ドンおー、すごっこれはすごい超合金製です。かっけーこれで気圧、めちゃめちゃ増えるかね。459npa だって。 はい。コケ44%まで来ましたね。俺、すっかり忘れてたんだけど、この氷これはさ、1 0 0 n ン1 0 0ナノケルビンかなで、溶けたじゃないですか。で、当時、えー、5マイクロケルビンじゃないと溶けない氷がまだ残ってて、後から来ようって言ってて、すっかり忘れてましたと。それが、ここにまずあるはずだ。 えー、ここじゃないかな多分。あ、ほらほらある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 ありますよー。あ、異様もあるね。いいよダジャレじゃないよ。<laughs> おおえこれどこえあれこれって、 つながってたんだ。これゴールドクレートがあった宇宙船だよね。ここつながってたんだ、中。あ、そう。それはなかなか溶けない氷で塞いでた感じだね。そういうことか。あともう一個は確か、ここの谷の中に入って、えー、左側にあった、これかなはいはい。この中、 あ、オスミームまだああ、るじゃんあいっぱいあるぞ、オスミーム。あれ俺これ来てないところもしかして。全然いっぱいあるけど、オスミーム。<laughs> あ、なんか開いてる、開いてる、開いてる。開いてますよ。ここはなんだいえええ、どここれあこれは、あ、こんなとこ出るんだ。 これあれじゃないのあの、迷路になっている谷だよね。で、あれは多分、一番最初に行った巨大宇宙船だよね。ここに出るの面白ああ、なんかいろいろ繋がってるな普通に。なんかあれだね。5マイクロケルビンで溶ける氷は、他の出口に繋がる 壁だったんだね。この谷さ、東側行ったことないんだよな。ちょっと行ってみましょうか。ワープゲートの近くまで来ました。あ、そこなんか洞窟っぽくなってないか。違うか。残念、違った。ないかな、洞窟。洞窟っぽいの。なさそうだな、こっちは。 ここに繋がるのか。お来ましたゴールドクレートすごいこんなところに。えー指定していいですかすごい !2 個目のゴールドクレートですね。いきます。3、2、1、オープンうんうーんまた金の肖像か。<laughs> あ、出たゴールデンシード。 これはありがたいね。そっか。もうちょっといいレアアイテム出るかと思ったけれども、そんなことはなかったね。解体ええー、やっぱりこういう見逃しがちなところにあるんだなはい <laughs> やっぱり奥。あとゴールデンシードは種まき機で花咲かせたいな。ゴールデンな花を咲かせたいね。これに。よし はい。ゴールデンシードよっしゃさあ、生えてこい成長速度半端ないからな。あ、これそうじゃないこれそうじゃないほらほらほら、来た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 。<laughs> このカラッカラの土地に、このスピードで生えてくるって。ほっといたら、もうこの惑星全部、ゴールデンシードで埋め尽くされるよね。でか人の背丈とあんまり変わんねえな。 ちょっと怖くもある。テラフォーミング、苔66、66%ですね。もうちょいかな。ちょっと一個気になったことがあるんで、試してみたいんですけど。水の中に居住区って作れるのかな居住区。いけますあ無理なのか無理か残念ダメなんだ。 いやあ、水の中作れたら面白いのになあと思ったんだけどなーじゃあさ、この大きなリビングコンパートメントを上に重ねることはできるのかあ、それはいけそうな感じか,か今いけそうだったよね。あんこれいけてるガションん <laughs> なんでそこにできるんだっけあれいや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 、おかしいですよね。 ダメか。そっか。上にガラスがあるからだ。ガラスだけ壊したいんだけど、天窓。できないのこれ。これできないんだ。できない仕組みなのこれは。えぇ、ー、そんなーいや、じゃあちょっと別のとこに作ろう。なんかわかんないけど、ここら辺作っちゃおうかな 一個置きました。そしてこの上に、さらにもう一個いけるのかお、はいどうだんないな。どこ行ったあれもう俺置いたと思ったけど、ああ、そんなところに <laughs> あ、ダメなのかな行けるかなと思ったんだけどなダメなんでしょうかね、これはね。上に二個を切って。あー、でもいけそうじゃない なんか今行けそうな感じじゃなかったここに一個、こうやって、置いて、上に乗って、これでやろう。行けんじゃねうまくやれば。こうだおこれはいったんではないかくっついてないこれ。んうん、うん、うん微妙にずれてる <laughs>。中に、屋内はしごをつけるとどうなるはい。登ります。 あ来たじゃんあいけるじゃんいけるいけるいやだからといって何かあるって話ではないんだけども、ちょっといいじゃんちょっときっちり合わせよう。<laughs> こんな感じでしょうかうんいいんじゃないですかね。はい。そしたら、あとは中に、はしごを、つけると。はいとよし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  いいっすねいいよー。えー、今のところ何使うか未定です。<laughs> あ、ヒーターをこうか。イリジウムロットいっぱいあるからさ。ヒーター T3。多分そのうち T4 もね、えー、アンドックされると思うんですけれども。まあまあ、とりあえず一旦はね。はい。よし。いいぞー。 ただこれだけバーカスカ作ってたら電力も割と結構もう厳しかったりするかなあーすごいゲーセンの UFO キャッチャーみたいだ <laughs> なんか謎のあのキラキラしているプラスチックの宝石とか取れそう <laughs> あフラワースプレッダー T2 フラワースプレッダー T2? フラワースプレッダー T1 俺知らないけどあ種まき機のことかあっ肥料2個も使うんだへえ 見てコケステージが終わるよさあ次は何だいよいよ、もうちょっと背の高い植物とか生えてくるんですかねこれね。さあ来ましたネクストステージへゴーハーブハーブだって。薬草マジで薬膳料理食べれるじゃん。<laughs> つーか、コケってどこに生えてんの俺、 見たこと、あれなんかちょっと、あれちょっと緑色なってないこれ。あれああ緑だ苔だ急に <laughs> 急に苔が生えてる気がします。マジかあこっちもちょっと緑だおー苔蒸し、あ、すごいあそこ苔蒸してんじゃんめっちゃやばい 苔が生えてきました。ついに。これあれだよね。自力で誕生した初の命じゃないこれ。苔。いやー素晴らしい。今回は苔が生えてきました。緑だねそして、えー、新しいね。大きなリビングコンパートメントを二つ重ねて。<laughs> よく見たら、階段ちょっと外に見えてんじゃん。<laughs> はい。まあまあいいでしょう、いいでしょ、いいでしょ。はい。怖い今日でね、ここはね。うん。いいじゃない。ね。ちょっと何に使うかは、これから考えましょう。で、次回は、ハーブを作るために、さらに、ヒーターだの、スプレッターだのね、増やしていこうか。あとは、あの、バイオマス系だよね。次にアンドックできるのなんだろう。はい。えー、食品生産者。 ああ食物栽培機か。食物をより早く育てるんだって。へえ、いいね。でもちょっと待って。ロック解除35トンって書いてあるけど。今俺まだ552なんだよね。キログラム。<laughs> 全然、全然先だな。あ、すげえツリーエスプレッダーだって。木の種を挿入して最初の木を育てます。木の種はて、見たことない木の種って。 この植物とまた違うよね。これ木じゃないもんな。え、これ木なんのわかんないけども。はい。まあまあ、どっちにしてもまだ先ですから。うわ、すごい緑になったね。こう見たら。はい。えー、じゃあ、今日はここまでにしましょうか。いやー、いいですね。どん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 緑化が進んでいってます。嬉しい。はい。えー、良ければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。 拜拜。